皆さんこんにちは、ケンです。今日はお世話になっているショップに向かいたいと思います。今から高速に乗って1時間ぐらいです。お待たせしました。完璧です。でブレーキシューは新品です。はい。で、エクストリーム。おお、もうぐさぐさですか。一応あのブレーキの、はい、その後ろの感覚、こんな感じねんけど、あとはまた自分でここのアジャスターでちょっとこう調整してみて。はい。おお。で、一応チューブはマビックのやつが入ってる。はい。で、バルブの長さは60ミリ。80だとちょっと長すぎるわ、うん、で48だと短すぎる、うん、で60がベストだと思うけど、かっこいいかっこいいと思うし、走る全然変わる。でブレーキがすっごい音を出しながら、うんうんうん、やっぱ効くのと、やっぱその機器がアルミ並みにちゃんと効く。スラローム、ジャンプスラローム、まあ、日本語で書いてこれとアルミのあっちの機種もいいけど、はい、こっちのホイールは横合成ではすごいあれで、多分ライン取りとか、まあ、このバイクにつけた時のコーナリングもまた変わると思うし、ガチッとした感じ、芯が通る感じする。ヒルクライムでもこれ使っても全然いいですかね。どっちがいいですかね。ただ、あっちとこっちって実は重量ほぼほぼ一緒、1500弱、こっちも。だからタイヤと、例えばヒルクラメでタイヤを軽量のやつにするとか、チューブも一緒に軽量チューブ入れればいいけど、カーボンのこのリムってやっぱ熱かなり上がるので、例えばラテックスチューブってやつとか、超軽量チューブだとバーストを起こす可能性もあるで、まあ、普通の、まあ、ブチルチューブが入ってるわ。まあ、このままでもいけるけど、タイヤを軽量にすればより軽く走ると思う。